ちょっともううるさいわ。うるさいね。何やってんのこれ。は？何やってんの。知らんよ。見てくった。昼過ぎからずっとやこれ。確かにもう3時間ぐらいずーっとあの辺ば草刈りしようらすね。草刈りもってマジでもうやばいってもうずっとやる。しょうがないたい。向こうも仕事だけんね。すりゃうるさくしたくてうるさくしよるわけじゃないけん。多分あそこの出てから左側にいたい、歩道があるたい、道路の横の、うん、そこの歩道の脇道からもう雑草とか草がこう歩道の方に向かってからバーって生えとるでしょ、うん、だけどそれは今草刈りしおらすと思うよ、そのまた歩きやすくすることや。ちっていしょうがないたい。住民のために今多分草刈りしおらすわけだっけ。でももっと方法あるやろ。方法あるって夜中にされるよりよかった、あんた。そやけど手でやったらこんな音ならへん。ほんとあんたは何も考えとらんね。上がるとこば手で川で草刈りしとったらいつ終わるかわからんぞ。ね、全然集中できないよテレビ。部屋行くたんなら部屋もう。いや部屋行っても一緒やん。そっか、何てんの、どこ行っても聞こえるわ。確かに。よかったよ、どうせもう役場からどっかだろ。役所仕事だけん5時過ぎにはもう仕事も終わらなきゃ、多分4時過ぎ4時半ぐらいにはもう終わって帰らすよ事務所に。うん、いやーうるさいうるさいって言わんと。お茶飲持って行って「お疲れ様です、ありがとうございます」って言うていけ。よ言ってますよ、うるさいって。聞こえんとこまで遊び行くたいなら家におらんで。いいって、もういるって決めたんだけど。お母さんこれ使いたいんですけど。これいいとするよ、さっき、ね、さっき乗ったの乗ったお餅、その人をダメにするソファー、私も使いたいんだけど、これ。カントが寝たらあかんかもね。それにしても長かね。長すぎる、マジで。でも言いにくい人おるんじゃん。なあ、おらんよ。誰が言うんですよ。歩道のかかった草ば切ってやりよらせてよ。うるしゃーって。もうわざとかっていうぐらい。俺らの声聞こえてんじゃん。え？俺らの声聞こえてんじゃん。はあ。買い物行こうか。もう今からちょっと早かばって。付き合って。いい。おかんが行き。え？いい。あ、もう家を立ってうるさかでしょ。買い物行こうもん。いい、イヤホンするし。イヤホンするか。え？イヤホンする。行かない、行こう。もう行こう。うるさいな。どうかもうるさい。もういいで。もういいって、もう行こう。ってもういい。やめてください。あら、あ、終わったね。もう帰らせたわよ。もう何時ね。もう4時前、3時過ぎ。もう終わらしたよ。もう帰りの準備もさすと。いえ、行けよ帰り。買い物行けよ。ん？買い物。いや、あんたが行かなら行かん。なんで？いや、あのタイミングなら一緒に行くかなと思ったけど行かないんでしょ。なんで一緒に行きたいねん。行けよ一人で。荷物持ちしてほしいけんた、あんたに。それやん、絶対。チャンネル登録よろしくねー。